今回の動画はこちらのユニクロで発見したなんか面白いパンツになります。どうも皆さんこんにちは、川島貴博です。いつもご視聴ありがとうございます。今回の動画なんですけども、こちらユニクロにね、たまたま僕がパンツと靴下をね、夏に向けてため買いしに行った時に見つけたこちらのパンツをご紹介していきたいというふうに思います。店舗ではね、メンズのコーナーにあって、あれこんなの発売されてたっけっていうふうな思いがあったんですけど、なんか触った質感とか、あとはね、なんかこういうふうにつまみがね、前の方に入ってたりとか、きれいめにも使えるし、で商品名的にはトラックパンツってことだったので、すごいね、着やすそうなパンツだったので購入してみたんですけど、それで家に帰ってね、こういろいろオンラインのサイトとかチェックしてみたら、レディースのねページにあって、これまあユニセックスのアイテムなのかなっていうところでね、まあ、男性でも使いやすそうなアイテムだったのでね、今回ご紹介していきたいというふうに思います。まあ、すごくシンプルでね、綺麗めにも使えるし、あとはルーズな感じにね履いてあげれば、なんかドメスティックブランド風なね風合いもあったりとか、まあサイズ感によって結構遊べそうなパンツなのでね、この季節でね、ちょっと黒パンで重いかもしれないんですけど、質感的にはすごく軽くてね、イージーケアなアイテムになってますので、よかったらチェックしてみてください。っていう感じでね、サクッとご紹介していきたいと思うんですが、こちらがですね、商品名のがドライスウェットトラックパンツっていうものになってまして、商品名にドライっていう風に入ってるんですけど、すごくね、肌触りも軽くて、見た目には反してね、すごく涼しく過ごせそうな、そんなパンツになってます。で、価格が2,990円。もう値段バグってますよね。こう、後で素材かなんか説明するんですけど、すごいんですよ、これ。それが2,990円っていうのは結構価格破壊の部分があると思います。で、サイズの展開なんですけども、XS サイズから 3XL までになっていて、こう、メンズのコーナーに置いてあったのは、まあ、S サイズからあったかな。S サイズから XL までね、店頭にありまして、僕が購入してきたのは L サイズになります。結構渡りなんかもね、太めのデザインになっていて、ゆるっと履くにはぴったりかなっていう風に思います。で、色展開なんですけど、オフホワイト、ブラック、ブラウン、ダークグリーンっていう風にあって、これとね、オフホワイトですごく悩んだんですけど、少しつるっとした素材感になっているので、オフホワイトだとちょっとなんていうの、綺麗すぎちゃうというか、そんな感じがしたので、今回は黒にしたっていう感じです。で、あとは素材のところなんですけども、本体 80% ポリエステル、 15% レオン、 5% ポリウレタンっていうところでね、今後の素材になっていて、結構化繊感は強いです。で、あとはここのリブの部分、こちらに関してはね、 82% 綿、 18% ポリエステルで、あとポケットの布、外側がね 100% 綿っていう風になっております。なので、まあ部分によってね、素材が変わってるんですけど、やっぱ大部分を占めるね、このボディのところに関しては、結構こう光沢とかツヤがすごいアイテムになってます。で、まあここのね、製品に関しましては、リサイクルポリエステルを使用していて、石油資源の使用と廃棄物の削減に貢献しているそうです。まあサステイナブルとかね、流行ってますよね。で、こちらのパンツの特徴なんですけども、ストレッチ素材が使用されていまして、汗が乾きやすいドライ機能もついていて、結構ね、こう見た目がシンプルなんですけども、機能性がね、詰め込まれているような生地感になってます。で、あとはね、使用的にはすごくシンプルで、ここのウエストの部分はね、内側にゴムを入れたギャザーの使用で、着用もね、イージータイプでしやすいっていうのと、あと内側にね、こういう風なドローコードが入ってます。で、あとはシルエット的にはピンタックが入っているね、ストレートシルエットになっていて、テーパード等は全くかかっていないので、ワイドシルエットに履くんだったらサイズアップして、ウエストのところはイージー仕様なので、ギュッと締めちゃったりとか、僕みたいにね、 L サイズとか、もう一個上のサイズ XL でも全然ね、着用に関してはいけると思うんですけども、まあそんな感じで気楽に履けるようなパンツだと思います。で、もうポケットは両サイドに入ってるだけで、バックポケットはなしで、あとはね、ケツのところにこんな感じのね、ピンタックが入ってるようなデザインになっています。まあすごくシンプルなんですけども、機能性重視、素材感重視っていうところをですね、ドライ機能がついているので、こう少し汗かいても乾きやすいとか、あとは何よりも今ね、梅雨の時期入ってると思うんですけども、洗濯物なんか乾きづらいと思うんですよ。そういう時にこれすっごいすぐ乾きそうなんですね。エアリズムの T シャツみたいなね、速乾性がありそうな感じがしますので、そういった時にも重宝するかなっていうふうに思います。あとは商品名的にはトラックパンツっていうところなのでね、ストリート入りのコーディネートだったりとかにも持っていくことができると思いますし、まあ運動する時にこの長ズボンを履くのはね、今の時期あんまないと思うんですけども、まあ、そういった用途にも使えるのかなっていうふうに思います。っていう感じで、ね、ちょっと履いてみたいと思います。はい、着用してみました。ちょっと分かりやすくね、上も白 T になってみたんですけど、こんな感じです。こうレングス的にはね、こう今腰骨の下ら辺で履いてるんですけど、ほんと上まで上げちゃうと寸足らずです。まあだからね、やっぱりこうレディースのアイテムなのかな。まあユニセックスで作ってるとは思うんですけど、レディース寄りのアイテムだと思います。ポケットのね、深さ的にも結構浅いのでね、そういったところでレディース感すごく感じるので、僕あんまりそういうとこ好きじゃないんですけども、まあ、腰骨の下で履く分にはね、こうジャストレングスくらいのね、ワイドパンツのシルエットになってますので、もう僕
僕だったらもうワンサイズくらい上げちゃってもよかったかなっていうふうに思います。まあ、それでね、気だるく履くみたいな感覚がいいと思うんですけど、今くらいのシルエットだと本当綺麗めなゆったりさっていうかな、これに白シャツとか合わせてね、革靴とか合わせてあげるとすごくドメブラ感のあるようなパンツだと思います。まあ、素材感的にもすごい綺麗だし、センタークリースがつまみでできていますので、まあ、そういったところのね、シンプルなデザインもとても使いやすいというふうに思います。ただやっぱ使用面だとね、ケツポケットがない分、そういったところがね、不便な部分はあるので、まあ、本当にイージーパンツ、スウェット代わりみたいにね、部屋着で使ってあげてもね、今の時期ぴったりかなっていうふうに思います。まあ、サンダルとかね、すごく相性がいいので、切れ目に持っていくか、より崩してね、ラフな感じに持っていくか、それでね、雰囲気がガラッと変わるようなパンツだと思います。ちょっと画角変えてみますね。はい。こんな感じですね。ほんと腰骨のところで履いてジャストっていう感じ。引きずりもしないので、まあビーチサンダルとか合わせてあげてもね、全然問題ないですし、スニーカーのね、ボリューム感の少ないコンバースのオールスターとか、バンズのスリッポンとか、そういったものでね、少しカジュアルに持ってってあげると、また雰囲気が変わってくると思います。まあブーツはこれは合わせないかな。合わせたとしてもすごく綺麗なね、トリッカーズとか、ドレスシューズ寄りのアイテムの方が合うと思いますね。今こういう感じでレザーのね、シャワーさんなんか合わせてるんで、すごくね、コンビニ行くお兄ちゃんみたいな感じになってるんですけど、ちょっとコーディネートとかでね、雰囲気ガラッと変えてみたいというふうに思います。やっぱ素材感がね、すごく面白いし、デザインのシンプルさと雰囲気がとてもあるアイテムなので、そこをね、活かしつつコーディネート3つくらい組んでみたいというふうに思います。なのでよかったらね、お買い物の参考とか、全体のシルエットの確認とかに使っていただければというふうに思いますので、よかったらどうぞ。っていう感じでコーディネート3つ組んでみたんですが、いかがでしたでしょうか。これ超履きやすい。ストレッチやばいですし、なんかね、すごいぐちゃぐちゃにして一回置いたんですけど、シワに全くならないので、まあ、そういったところはね、僕みたいなズボラ男子にはぴったりのパンツだと思います。なおかつね、気持ちいい素材感っていうところがね、やっぱいいですよね。なんかジャージパンツというか、まあナイキとかアディダスのトラックパンツ、まあ、そんな素材感、まあ、ジャージ素材っていうのかな、そんな素材感になっているので、超履きやすいです。はい、っていう感じでね、1個ずつコーディネート解説していきますと、1個目はね、僕がやってたパジャマ屋さんのキネマっていうところのスリーピングシャツ、まあ、ロシア軍のね、古着のスリーピングシャツとかでもいいと思うんですけど、あんな感じでちょっと抜け感の強いシャツと合わせてみました。まあ、全体的にリラックスコーデというか、まあ、寝巻きコーデみたいな感じで組んでみたんですけど、ああいう風な緩めのシャツだったりとか、オーバーサイジングのアイテムを合わせて、さらにパンツもね、ゆるく合わせてあげるとね、全体的にゆるっとルーズ感が強いと思うんですけど、まあ、そこでね、足元とかでこういう風なちょっと綺麗めのウィングチップの単靴だったりとかサンダル、そういったレザーのアイテムだったりとかで締めてあげるだけでね、雰囲気がガラッと変わると思うので、そんな感じでやってみました。で、2つ目のコーディネートに関しては、少しスポーツテイストとか古着をね、ミックスしたようなアイテムで行きたかったので、足元にアディダスのサンバ合わせてみたんですけど、すごい相性良かったです。まあ、すごくペタペタしたね、ボリューム感の少ないスニーカーなので、こういう風なね、ジャストシルエットで裾がヒラッとしてるアイテムなんか合わせてあげるとね、雰囲気マッチすると思いますので、他のものだとオールスターだったりとかコンバースの、あとはバンズのね、スリッポンとかエラーオーセンティックとか、そういったものを合わせてあげてもいいかなっていう風に思います。で、上に合わせたのはただ単にね、無地のヘンリーネックの T シャツと、あとはまあ最初にね、パジャマシャツなんか合わせたんですけど、ああいう風な感じでちょっと古着っぽいアイテムでね、アクセント入れつつっていう感じなんですけど、季節的にはね、もう半袖 T シャツで合わせる人が多いと思うので、まあ、無地 T でね、合わせてあげても全然いいと思います。で、1個目のコーディネートと違って、2個目はね、ジャストサイズくらいの T シャツで合わせたんですけど、そういう風に持っていって A ラインみたいなシルエットにして、ここのパンツのボリューム感とか、そういったところを強調してあげても面白いという風に思いました。で、最後のコーディネートなんですけども、これ上に合わせてるのもね、ユニクロのオックスフォードシャツなんですけど、まあ、切れ目に合わせようと思って作ってみました。まあ、髪型セットしてればね、別に帽子もメガネもいらないんですけど、まあ、髪型今ボッサボサだったので、キャスケット合わせてでメガネでね、そこでちょっと大人感を出しつつ、で、足元に関しても1個目のコーディネートで使ったウィングチップのサンダルを使ってっていう感じなので、まあ、上下ともにユニクロなんですけども、そこに全くチープ感も感じないと思いますし、全体的にね、小綺麗にまとまったかなっていうふうに思います。そんな感じでね、2990円でこんな質感のパンツ買えるんだったら絶対買った方がいいと思うんで、個人的にはなんですけども、おすすめのアイテムになってます。まあ、男臭いアイテムが
が好きだよとかだとちょっとね系統的に合わないかもしれないんですけども、スラックス感覚っていうのかな、そんな感じで着崩してあげられることもできるアイテムだと思うので、よかったら見てみてください。はいはい、っていう感じで今回はこちらのユニクロのトラックパンツをご紹介させていただいたんですが、いかがでしたでしょうか。まあ、ポケットの深さとかね、ちょっとレディース感を感じてしまう部分はあるんですけど、個人的にはめちゃくちゃ良かったので、この1個上のサイズにしても良かったかなっていうふうに思いました。 XL とか、まあ、2XL まで行ってもウエストのところでね絞っちゃえば全然履けると思うので、まあ、今度機会があったらですけども、ちょっとサイズアップなんかしてみてね、使ってみてもいいかなっていうふうに思います。それくらい挑戦しやすい価格帯っていうのもね魅力の一つだと思います。はい、っていう感じで今回の動画が良かった、参考になったとありました、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。